江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、稽古の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナーやっていきたいと思います。はい、今日はですね、昨日お休みだったんで2日分あるんですけれども、1つ目見ていきたいと思います。慶国文化体育観光部のサッカー協会調査で、協会側だワールドカップに出場できなくなるかもということでね、どうぞ別にいいですよ何にも問題ないですよ。なんか問題あんの？慶国政府がサッカー代表監督1000人過程を調査すると明らかにしたと。慶国のサッカー協会の会長が独断でこう監督を決めたんじゃないかというところでですね、今炎上し続けてるわけなんですよ。今日も炎上してましたね。でそんな中で大韓サッカー協会からサッカー国際サッカー連盟 FIFA の制裁を受けることになるかもしれないという懸念が出てきた。別に懸念じゃないよ、歓迎するよ、うん、しょうがないだろ。協会関係者は17日メディアに、文化体育観光部の調査が入れば応じるしかのが正しいとしながらも、政府も FIFA 定款を参考にする必要はあるだろうと述べたと。 FIFA 定款の定款には、会員協会は独立的に運営されなければならない、第三者の干渉を受けてはならないと規定していると。うん、独立的にっていうか、別にサッカーの協会長が独裁的に運営してるのが問題だって言ってるんだよね。はい。まあそんな感じでですね、今、慶国のサッカー協会の会長が先ほど言ったように、監督を、まあ、独断専行で決めたと、選定委員はそんなの聞かされてないということでね、次々と暴露が出てるんですね。で、公式に暴露した人もいて、今日、なんかそれで物議を醸してましたね、スポーツ欄は。はい、ということでね、じゃあ次行きたいと。次はね、結構国内の話題なんですけども、先にね、動画見てもらった方がいいかな。ちょっと刺激あるかもしれない。見てきますよ。はい。あらー。ドカーン。ということでですね、これ、下り坂で、下り坂で一時停車していた電気バスが滑り、車両2台に衝突する事故が発生したということで、で、まあ、人命被害はないんですけれども、まあ、こんな感じでですね、おい何があったんだと、サイドブレーキでも忘れたのかいとね、思ったんですけども、とにかくだからさ、下り坂これあ確かに坂だ、これ緩やかな坂だね。でコロ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 って行っちゃってこんな感じになっちゃった。この辺からコロ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 って行っちゃったんだね。で、じゃあなんでこうなったのと、電気バスのドライバーは、警察にバスに電気が入らず道路脇に停車した後一時降車したと述べ、後部の補助電源を確認している間にバスが下り坂で自動的に進んでしまったと証言したということで、まあこのバスがサイドブレーキなのか、それとも電気のサイドブレーキなのか、普通に人力でビッて引くブレーキなのかは知りませんけれども、バスってどうなんですかね、うん、だから電気がなくなってブレーキがなくなったのか、ただ単にブレーキがポンコツだったのか、それは分かんないんですけれども、まあ、こんな感じでですね、滑ってっちゃったよっていう話ですね。はい、ということでね、電気バス、じゃあ次行きましょう。はい、次はちょっとね、日本関連の話題なんですけども、韓国に流出したルビーロマン、これなんですけども、これですね、名称登録取り消し申請をすると、石川県が韓国の当局に韓国の当局に取り消しを申請したという話題でございます。ちょっと見ていきましょう。神奈川県から流出したとみられる高級ブドウルビーロマンが韓国で流通している問題で、同国内の生産販売の前提になっているルビーロマンの品種名称登録について、県が当局に韓国の当局に、登録の取り消しを求めた。県は韓国特許庁にルビーロマンの登録商標を出願中だが、品種名称が登録されていることが壁になっており、今回の措置を取ったと。
新種登録などを主管する韓国国立出身院の当局者によると、最近、石川県の代理人から新種名称の取り消しを求める申請を受けた。今後取り消しの可否を、検討するということで、まあこんな感じでね。で、どうなってんの？で、これはね、国立出身のウェブサイトによると、ルビーロマンの品種名称は韓国内の種苗会社が出願して2021年に登録された。これをもとに現在まで31の農業者が申告して生産や販売を行っており、取り消しのハードルは高そうだということで。いやハードル高いんだ。いやじゃあ訴えろよこの種苗会社って思うんですけども、まあとにかくこれはね、取り消してもろてって感じなんですけどね。はい、じゃあ次行きたいと。次はね、警告、これタイトルだけなんですけども、卒業後就職まで平均 11.5 ヶ月かかるんですって。韓国のだから大学生かな、まあ、大学生か高校生か分かりませんけど、とにかく卒業した後就職するまで 11.5 ヶ月、これがね歴代最長なんですって。そのうち3年以上無職の人が24万人いるということで、大変なんだねということでね。まあこんな感じでですね、まあ結構大変なことになってますよと。歴代ダンクン以来か、ああらしいよ。はい、じゃあ次行きましょう。次はですね、韓国の国会の話題なんですけども、ユン大統領が弾劾の請願がですね集まって、で聴聞会を開いたんですよ。やっぱりあのこの集まった以上は何かしらしなくちゃいけない、聴聞会をしなくちゃいけないということで、でしたんですね今日。そしたら修羅場でしたということで、ちょっと見ていきましょう。19日に開催したユン・ソクル大統領弾劾請願聴聞会は初めから修羅場になったと。法制司法委員会の会議室の前では与党議員らが、聴聞会を中断しなさい。でこの、この委員会の委員長であるチョン・チョンレは辞退せよとし、会議場への侵入を防いだということで、ね、議員が座り込みしたんですよ。すごいね。チョン・チョンレ、委員長は、会議を妨げたり議事の進行を妨げる場合秩序維持権を発動すると警告して対立したということね。で、まあ、こんな感じで押し問答してるのかな。はい、で国民の力与党はこの日の聴聞会が違法だと主張した後、国民の力の議員はなぜこのような事件が国家機関の外圧捜査で飛び火し、またなぜこのように弾劾という荒涼としたことまで行われたのか明らかにする機会になるだろうとし、これが違法聴聞会ではないかと問われた。問いた。で同じ党の各議員が聴聞会に対して批判すると、でこのさっきのね、このチョン・チョンレっていうのは野党なんですよ。今野党がね、あの国会多数を占めてるんで、ほとんどの委員会の委員長は野党なんですね。なんで、このチョン委員長はね、不法聴聞会だと主張される方はここに存在する理由がないと、ね、各委員は静かにしてくださいと警告したというようなね。でまたこの過程でですね、繰り返し議事進行が中断された中で、民主党議員が会議場入場時に物理的衝撃を受けて論議になったということで、物理的になんか衝突が起こったんですね。でこの議員ね、議員は会議場入場時に衝撃で腰などの不快感を訴えたと。で、委員長は物理的被害は加えた事故を強力に処罰すると述べたという。腰が痛いっつってね泣いちゃったんですよこの議員さん。揉めたんですね多分。揉めて、で腰ちょっと打っちゃって、でその後ですね、その女の議員さんなんですけど泣いちゃったん、まあ、そう泣いちゃったんですよね。まあこんな感じで修羅場になっているということです。はい、次
次はですね、まあ圭谷さん今回ねパリ五輪、まあとりあえず出場するのかな。2024年パリ五輪が1週間後に迫っている中、最近公開された韓国選手団の公式服装に対して中国のネットユーザーが、囚人服に似ていると嘲弄しているということが伝えられると、まあなんだ兄弟喧嘩かと兄弟喧嘩かって、うん、でこれはこの写真はね、中国の選手団の服装なんですけども、じゃあ韓国のね、選手団の服装を見てみましょう。こちらでこれがなんか韓国のドラマに出てきたワンシーンで、でこれがその韓国代表の選手団のブレザーからしいですよ。でこれでまあ長老してるっていう、なんかね仲いいね。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。